新型コロナ、命を守る行動を。阿佐ヶ谷姉妹のお困りでしたらです。今日は生活の立て直しが必要な時は総合支援資金の再貸し付けについてです。姉のエリコです。妹の美穂です。阿佐ヶ谷姉妹のお困りでしたら。仕事にお困りでしたら、お一人で悩まないでいただきたいんです。私たち阿佐ヶ谷姉妹がお困りごとに応じた相談窓口をご紹介します。お姉さん、私たちこたつがないと生きていけないじゃない。そうね、ゴロゴロできるし。そうね、もうご飯もこたつで食べるし、うんうん、そうね、オールウェイズこたつね。うん、あれでもこたつを片付けるのって毎年だいたい何月頃だったかしらね。ま、あのうちはリビングこたつっていうのかしらね、あの、うんうんうん、こたつとテーブル一体型みたいになってるから、うんうん、あのお布団をね履けるか履けないかなのよね。そうね、こたつ布団をね。そうなの、どうするかよね。でもそれでも5月ぐらいまで出しちゃったりするかしらね、布団。あ、そう、私もね、ほら、あのちゃぶ台代わりにずっとこたつは出てるんだけど。そうね、こたつ布団はね、あのね、私学習したのよ。何を？梅雨も寒いってことが分かったから。あら、でね、真夏も寒い時があるのよ何日かはそうね、だからもう真夏8月まで出してる。8まで8月まで出してるわね。あら、そう、そうよ何がそんなに美穂さんに自信を与えてるのかしら。自信を持ってこたつ布団を出してるから、あのだらしないとかじゃないの。あ、そういうことね。寒い日があるから出してるの。あ、そうそうなんですよ皆さん。厳しいお顔してるわね。ラジオでお見せできないのが残念だけど。じゃあ美穂さん、そろそろお困りごとのお話に行きましょう。そうね、前回一時的な生活費にお困りの方へ向けた緊急告知資金のお話をしたでしょ。生活費を無利子で20万円まで借りることができる制度よね。そうね、お姉さん、コロナの影響で収入が減った方が当面の生活費を借りることができる制度がもう一つあるんだけど、覚えてる？もちろんよ。総合支援資金でしょ？失業した方などが生活を立て直すまでの間、継続的な貸し付けを無利子で受けられる制度だったわね。そうよ。その総合支援資金、利用を得た方が再び借り入れできるようになったそうよ。総合支援資金は単身の世帯なら月に最大15万円を、2人以上の世帯なら月に最大20万円を、いずれも3ヶ月無利子で借りることができるのよね。そうね、必要に応じてさらに3ヶ月期間を延長することもできて、返済の期限は10年以内、保証人がいらないっていう点も利用しやすいわよね。そうなのよね、今はコロナの影響が長引いているから、利用を終えた方が最大で3ヶ月60万円の借り入れを再びできるようにすることが決まったそうよ。そうすると1ヶ月で20万円を上限とした緊急小口資金と合わせて最大200万円を借りることができるのね。失業などで生活を立て直すための生活費が必要な方は総合支援資金という特例貸付の利用をご検討ください。再び制度を利用するには自治体などに設置されている自立相談支援機関から生活や再就職などの支援を受ける必要があります。利用ができるかどうか気になる方はお住まいの自治体の社会福祉協議会へお気軽にご相談ください。専用のコールセンターもあります。電話番号はフリーダイヤル 0120-461999 0120-461999 土日祝日を含む毎日午
午前9時から午後9時まで相談を受け付けています。阿佐ヶ谷姉妹でした。ティアララルン、ティアララルン、ティアララ、ティアララ、ティアララルン、タッタッティアッタッタッティアッタッタッティアッタッタッタッ。 NHK ではコロナから命を守る行動をラジオ、テレビで呼びかけております。今日午後6時からの N ラジでは緊急事態宣言の一部地域での解除をめぐるニュースをお送りいたします。